を見つかりますので、一旦お願いします。ちょっと捕まった人お願いします。レッスンをいつもされてるんですか？あ、そうですね、週に、あ、月に3回サークルはあるんですけど、はい、でも普段でも1週間の間でも、あの講座とかで出ているので、いつもやっているものです。どんなことをするサークルなんですかね？このサークルはあのリトモスっていうあのフィットネスのフィットネス、はい、のコリオがあるんですけど、それをみんなで楽しんでいます。体を動かすってことですよね？そうですね、あの曲に合わせて、はいはい、なんか爽快な曲に合わせて、そうですね、いろんな種類がありますので、とても楽しいです。今あのスポーツ終わりましたけども、はい、なんていうスポーツなんですか、これは？あ、リトモス。リトモス、はい、ほうほう。毎週やってるんですか？毎週あの月に3回3回 3回、あ、月3回のレッスン、はい、ここのレッスンですね。結構ノリノリだったんですけども、もう何年ぐらいやってらっしゃるんですか？私そんなにあの長くなくて、はいはい、3年ちょっと。でも長いんですよ、3年では。あの入る目的っていうのは何だったんでしょうか？やっぱりそのここでダンスをするっていうか、はい、ね、まあ、なんていうんですかね、元気をもらうというか。元気をもらう、はいはいはい、どんなところが元気になりますかね？やっぱりあのね、あのインストラクターさん、はいはいはい、チェイさんのね、あのエネルギッシュなダンスを一緒に踊ると掛け声がいいですよね、なかなかね。これを始めてからもう何年ぐらい経つんですか？でもちいちゃんが始めた頃からちょっとブランクはあったんですけど、はいはい、だからさっき十何年って言ってましたかね、はい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 、あ、そのくらいやってるってことブランクはありますけど、はい、継続していて良かったことって何かありますか？そうですね、ずっとやっぱ踊るのが好きなのと、はいはい、ここを通じてコンテストとかにみんなで出られたので、それがすごく一番、なんか結構いいところまで行ったとかってお聞きしたんですけど、優勝させていただきました。ただ天国大会みたいなのがあるんですか？素晴らしい。今ねオリンピックの時期なんですけど、そうですね、はい、ああいった体を動かすことって好きなんでしょうか？大好きです。あ、じゃあ今まで10年やってきてこられて、これから先はどうでしょうか？いや、もうずっとやっていきたいですね、もうあの死ぬまで動く限りは。なるほど。はい、行きます。とてもとてもはい、やっぱ普段使わない筋肉とか。そうですね、はい、使うんですかね。そうですね、はい、かなり痛そうだったんですけど。きついんですよ、かなりきついんですけど、でももう何年もやってれば、はい、慣れてきたり。そうですね、でみんなあの一緒にやってる人たちがすごく楽しくやってるので、なんか楽しそうですね。はい、楽しいです。きついんですけど。はい、始めたきっかけって何かあったの？もともと好きだったので、あとちえちゃんがやっぱりああいういい体をしているので、あの同じになりたいなと思って。どうですか、もう何年ぐらいやってるんですか？何年やってんだろう。でももうトレーニングはもう結構自分でやってたので。自分でね、若い頃から。やっぱ好きだったんだね。でちえちゃんがここを始めて、ここにたまにしか来れないんですけど、でも今日はもう朝からこっち、今日はあっち行って帰ってまた来てみたいな。ああ、今日じゃあ特別なんですね。今日は特別です。だから続けて毎週、あるいは月に何回ぐらいやってるんですか？そうですね、あのリトモスの方は月3回なので、はいはいはい、そちらの方は3回参加させてもらってるんですが、
TRX の方は月に1回か2回ぐらいですね。はい、普段もなんか体鍛えてそうなんですけど、あのこれをやるために筋トレをやってから来てます。じゃないとあの追いつかないというかついていけないので、常に筋トレやってから来てる、ね、やってから、そうですね、素晴らしい。なんか楽しそうだったんですけど、そんなのどうですか。そうですね、皆さんとやってるので一人だけじゃないので頑張ろうっていう気持ちにもなりますし、はい、この和気あいあいの雰囲気がいいかなと。そうですね、はい。はい、こんにちは。こんにちは。長野インターネットをすごく申します。スポーツのインストラクターをしています、山崎さんに来ていただいております。すいません、ちょっと自己紹介をお願いします。はい、はじめまして。長野で、インストラクターをしております。山崎千恵です。山崎さん。はい。今あの、ストレッチ体操みたいなの終わりました。はい、ストレッチというよりほぼトレーニングです。そうです。そして、午前中も、同行させてもらったんですけども、はい、なんかリズムに合わせて、何か踊っていた、ちょっとその辺のところを説明してください。はい、毎週月3回ですね、はい、土曜日、榊の勤労者福祉センターの方で、リトモスというプログラム、ダンス系のプログラムなんですけれども、これをサークルで開催しております。そして今はこれはあのアメリカから来た TRX というあのサスペンショントレーニングで、体幹を使いながら全身の持久力、筋力を高めるトレーニングですね。なんかあの両方見せていただいたんですけども、全然違う内容だったと思うんですけども。そうですね、午前中やったのはどんなやつだったんでしょうか。午前中のはどちらかというとこうダンス系のプログラムなので、はい、まあ、体力的に言うと持久力をこうつけたりだとか、あとそうですね、なんだろうな、みんなでやっぱりこう楽しむっていう感じですかね。曲に合わせて踊ってプログラムを楽しむという感じの要素が強いんじゃないですかね。なるほど、まあ、あの音楽にこう合わせながらなんか踊ってるようにも見えたんですけども、ダンスとはまた違うんですよ。いや、もうあれはあのフィットネスダンスなので、なんて言うんだろ こうすごく難しいダンスよりもフィットネスっていうのは健康っていうものが一番主になってくるので、はい、本当にあの体のことバランスを考えた動きで、音に合わせて全身をくまなく動かしていく。リトモスはあのアルゼンチン発祥のプログラムで、はいはい、アルゼンチンからそのままあのこう動きというかプログラムの内容が来て、それを私たちが覚え皆さんに提供するというような形のプログラムになってます。そして、TRX、はい、今終わったやつはどんな感じなんでしょうか。はい、これは私もやっぱり自分のこう体を鍛えたいのと、はい、やっぱりこうどんどんなんて言うんでしょう、筋肉をやっぱり落とさないためにも、はい、どういうトレーニングが一番いいのかなってこういろいろ調べたときに、はい、TRX っていうのはこう特にダンベルとかの重りをつけるわけではないんですね。はいはい、全てが自分の体重が負荷になって全身をくまなくトレーニングできるっていうので、終わった後に普通のトレーニングだとこう筋肉は硬くなって結構こう疲労感が残るんですけど、はいはい、TRX ってこう体を伸ばしながらトレーニングするので、はい、終わった後は可動域も広がるし、うん、体がすごくすっきりしてこう軸が整うんですね。なんかボールを使ったり、それからマット、それからこの釣り輪みたいなの、使ってましたよね。はい、なんかその軸というか、なんか中心がしっかりしてないとなんかちょっとこう、そうですね、転んじゃったりとか、ね、そんな感じ。そうですね、トレーニングをしながらもう軸をどんどん整える。あ、終わった後は皆さん帰り姿勢がいいんですよ。へ、うん、やっぱり軸はそれは整うからなんですよね。まあ、今日午前中から今日のまあ夕方にかけて両方参加された方もいらっしゃいました。そうですね、皆さん体力が有り余ってるんで。やっぱそういうことですかね。うん、やっぱエネルギッシュですね。でやっぱり体が元気だから心も元気だし、すごくみんなパワーをすごく持ってますね。はいはいはい、まあ、今見てて本当に皆さん楽しそうだったんですよね。で楽しみながらちょっと辛いけど、あとスッキリするからなんつって結構長く続けてらっしゃる方多いですよね。そうですね、おかげさまで長い方多いです。何年ぐらいですか、やってるんですか。私は、TRX ですか。はい、どっちも。どっちも。リトモスは、はい、昨日調べたら、はい、10年ちょうど教えて、
はい、で TRX はここのスタジオオープンしたのは3年前なんですけど、はい、始めたのはそうだな、もう6年ぐらい経つかな、5、6年ですね、はい、今高津うちの中でね、いらっしゃることが多いと思うんで、うん、いいですね、とてもね、そうですね、まあ、限られた、ね、環境にはなってますけれども、うん、できるだけこう体を動かしてコロナが終わったらまたバーンと動けるように今から準備をしておきたいと思います。なんか大会に出たとかでなんかすごくいい成績を収めたって聞いたんですけど、はい、おかげさまでそういう大会もあるんですか。リトモスのダンスプログラムの方は全国大会があって、はい、ちょうど去年ができなかったのでその前の年ですね、はい、コロナになる前の年に全国で優勝させていただきました。すごい、はい、ありがとう。すごいですよね。本当ですね、皆さん頑張って練習して。さっきなんか記念写真撮ってましたけど、はい、またなんか参加するんですか。あれはね、サークルの始まる前に必ず撮ってるんです。そうなんですか。習慣なんですね、うん、メンバーがちょっと全部で何人ぐらいいるかな、25人ぐらいいるかな、はい、でそのうちの今日15人参加したと思うんで、それをチェックするためにさえんじゃないんですけど、まあ、一枚一枚残してね、やっぱり一期一会じゃないんだけど、はいはいはい、その時に来た皆さんと一緒に写真を撮って残しておく。心遣いがなんかすごくこうわきわきやいとした雰囲気を作ってるんじゃないかな、なんて。そうですね、やっぱり楽しいことじゃないと継続ができないので、できるだけ楽しい時間をね、私も提供したいなと思ってます。今後の予定はどうでしょうか、目標というか。そうですね、まだコロナでちょっと先が見えないんですが、まあ体を動かすことは絶対も必要なことなので、はい、やっぱり楽しい形でできるだけたくさんの皆さんと、はい、健康をテーマにガツガツいきたいと思います。なるほど、ぜひ目標に向かって頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今日はありがとうございました。